牧が考えるベストナイン、はい、ジャイアンツに特化してるのに、そうです。あ、ジャイアンツの分かりやすいんですか。あ、じゃあジャイアンツそれ聞きたいですね。なんすピッチャーポジション、あ、ピッチャー、うん、ピッチャーエアスクールでしょう。自分じゃない、全然自分じゃないです。あ、でもエアさんか斉藤ですね。斉藤はどっち。斉藤でいいですよ。江川さん第1回のゲスト来てくれて、本当ですか。斉藤はすごいっすね。斉藤はまだ江川さんキャスティングできたんですか。できた、できた。おお、やっぱ江川さんすごい。あ、そうやもん。いや、あ、こういうの大嫌いじゃないですか。嫌いだよね。あの人は出ないですよ。公演とかも嫌いだよね。俺嫌いだし。でも見たから、お前とだったらトークショーやる。あ、そうっすか、うん、OB 会も僕らこの間また話ずれますけどOB 会も絶対出てくるんですよ、うん、ちゃんとスーツ着ても、うん、もうつい 2,3 日前も OB 会やったばっかなんですけど、うん、で、OB 会長当然エリアさんやらなきゃダメじゃないですか、うん、もうね、もうそろそろじゃないですか、うん、俺は OB 会長とかそういうの絶対に役職がつかないから俺は出てんだってずっと言い張るんですよ、うん、いや絶対やらない。その代わり OB 会はちゃんと僕ら出るんです。で、幹事会には絶対出てくるんですけど、幹事の副会長とか会長は絶対やらないんです。でももうそんな目立ちたくないんだよね、もうね。そうなんです。もう散々戦うって言ったりとかね、はい、だからもう目立つとこがいいっていう。なるほど、その気持ちも分かる。だからそのエラーさんにやっぱりしときますっていうのは、豊さんの関係とこの大学のエラーさんに来たって僕ら入ってた時はね、はい、江川さん見て、ああ、こういう、これがエースだと思って、はい、でも一緒にやったよね。やってました、やってました。やっぱ、すごかった。もう、やる時とやらない時のギャップがまた面白いし、うん、力に出た時にも変わるじゃないですか。まあ、やっぱり、エースってギアを持ってますよね。斉藤もそうだけど、やっぱり、まあ、今で言うと菅野もそうじゃないですか。うん、ある程度、やっぱりギアをしっかり持っている人が、エースと呼ばれるのかなっていう気がしますね。うん、キャッチャーは阿部慎之助でしょうね。慎之助とはバッテ組んでるよね。組んでないですよ。かぶってるんですけど、彼が1軍で僕2軍でも肩の治療の時だったんで、いやだから俺やりたかったです、慎之助と一回。やっぱキャッチャーによって変わる、うん、いや思い出になるじゃないですか。思い出になるじゃないですか。語り草にそうですね。後にやっぱりこいつはやっぱり伸びてくると思ったよとか、あ、そういう逸材だなと思いましたからね、うん、まあ順調育ってよかったなと思いますけどね。しんのすけ、しんのすけでいいんじゃないですか。どうですか。いや、豊さんどう思います。確かに、いや、歴代のキャッチャー、キャッチャー巨人、うん、ただ山倉さんとか村田とか あの辺ですもんね。まあ、そら、バッティングも総合すると総合するとやっぱり400本も打ってる、うん、やっぱり新之助になるんですよ、ね、でファーストはもう文句なく王さんじゃないですか、うん、で、セカンドが篠さんですかね。で、出ますか。いや、まあ、千葉さんとかさ、昔の人って我々見てないからさ。そうですね、うん、千葉茂さんとか来てたでしょ。千葉さんも、後楽園球場住んでましたからね、うん、いや、そうなの。それも住んでたんですか。それもホームの風呂に入られて、はい、ビジターの風呂に入るんで。え、それはで俺らが入ったら入ってるわけ、千葉さんが。だ、泡だらけで湯船に浸かっていくんだ、僕が。え、俺ら入れんじゃんみたいな。なんでだったんですかね、ビジターのホームに。いや、その前に後楽園って住めるのか。いや、確かに思いました、思いました。え、いろいろちょっと整理があれなんですけど、どこに住んでたんですか。後楽園のね、どっかどっかの部屋に住んでるんですよね。本当に住んでんのっていう話でしょ。噂でしょ。千葉さんってカツカレー作った人ですよね。カレーライスに、ね、はい、なんかカツを乗っけてくれって頼んで、それがこう今のカツカレーに、それ全国に回っていったっていう話。そういうことですよ。だから本当にだって昔カレーって言ったらカレーじゃん。カレーだ。カツを乗っけてくれって言って行ったっていう、はい、多分調べてみる、ちょっと調べてみる、違ったら今、訂正入れるから、はい、まあ、セカンド、篠さんです。篠さんね、サードは誰ですか。原さんですかね。誰ですか。おー、サードは誰ですか。ちょっと待って、長嶋さんはいいの。何を言ってんの。いやそれ、OB で忘れる。いや、僕はもう、長嶋さんですよ、感じで。ON ですから。やっぱそこは、長嶋さん、いや、巨人の金管マンでしょ。この二人は何を言ってるの。いやいや、あなたももらったんですよ。そう、でも僕も本当に長嶋さんですよ。正直今の部分本当に嫌だろう、露天ねん。いやいや、ショートは誰ですか。あ、
ショートはでもなんかさ、あんまりショートの、いやだからショートで昔の伝説を聞くと広岡さんとか言うけど、うん、やっぱ坂本勇人ですよ。あ、絶対そうですね。あ、やっぱりもう全然違う。見てる、見てる。俺はね、球球史に残るショートだと思うよ。ね、すごいですよね。すごい。あの今また守備がすごく柔らかくなったから、スローイングも含めて、もうなんか焦らないで送球する時とか、あの辺のなんかボディバランスがすごく良くなりましたよね。強弱がつけてるよね。体勢崩されそうでされないじゃないですか。三十本打ってるんですもんね。ハヤとか間違いないな。で、ゼロ選手。いや、まあ今松井をすごい。松井がないとですかね、うん、松井がないとですね、はい、センターが柴田さんですか。OB 会長この間話したばっかりなんですけどね、歴代の成績からすると誰なんですかね。やっぱ柴田さんじゃない。柴田さんですよね、2000本が出るし、でレフトが高橋由伸でいいですか。これ OB だけっていうふうに考えると、はい、まあ由伸でもいいし、うん、でも巨人がユニフォームに袖を通したっていうふうに考えると、やっぱ3000本がいるからね。ハリオさん、カーツって言われちゃいますね。TBS で一緒でしょ。お前、踏みしめられるよ、カツカレー出た。そう、千葉さん。あ、やっぱりそうだったんですね。これ、うんちくです、はい、ちゃんとこれは証明されるでも、大丈夫か。何ですか。いや、ハリオさん、モルツの試合で3番から6番に打順が下がったら、そのオーダー決めたやつの首絞めてたからね。大丈夫。僕はあの先輩が朝一でぐっと首絞められるのを見たことありますよ、ハリオさんに、はい、誰、え、誰が首絞められたの。いや、それはもう残っちゃう。え、誰に絞るの。え、あ、レフト、そうですね、レフト、レフト吉野君いいっすよ。いや、吉野君、まあまあ、ね、純粋の OB とするとね、はい、誰もトレードとかそういうんじゃないの、はい、今選んだの、はい、松井秀喜ってやっぱすごかった。どういう性格なの。あいつは物事に対してそんなにこうすったもんだしないっていうか、ドンとしてましたね。肝が座ってる、肝が座ってる。やっぱり鈍感力っていうのを絶対大事だっていうのは、彼見て思いました。アメリカ行って成功してるのは全部鈍感力のあるやつなんですよ。僕が今までいろんな人に海外行ってインタビュー頼むんですけど、平気でこう遅れてくるようなやつがやっぱり成功してるんですよ。うん、もう意外に新庄とか平気で遅れてくるなと思ったら、その試合会場からもう俺らがいるとこボールこう投げてきて、ボール気づかして挨拶してくるわけですよ。新庄なんかは逆、僕は逆だと思ってたんですよ。新庄なんかも平気で遅れてくると俺も待ってないでいいやと思ってたら、もう挨拶がしたいからボールでわざわざしてきてこう挨拶してくれるみたいなところで、まあ俺が敬意の球を出してるからかもしれないですけど、そういう部分がある人間の方が絶対うまくいきますね。松井なんか平気で遅れてきますからね。それで最後階段のところだけパッパッパッと走ったような顔して、はっ、すいません遅れました。それまでずっと歩いてきてるんです。でも先輩後輩、まあ縦社会じゃない、うん、先輩は立てたりとかするの。多少はしますよ。だから鈍感力ってなんかおいってこっちが気使ってんじゃないかっていうような感覚ってあるじゃない。でもあいつはやっぱ僕らインタビュー行くと普段見せない顔を見せてくれるから、まあ、お見くださいっていうふうに僕らも言うじゃないですか、うん、でこの掛け合いが結構面白がってくれて、まあ僕もニューヨーク何回も取材行かせてもらったり、だからほとんど彼のデビューのホームランとか骨折するときとか、あのワールドシリーズの MVP だとか、はい、僕現地で見てますから。あ、結構行ってんの。いっぱい行ってます。毎日行ってていろんな場面を結構見てるんで、当然でもやっぱりそういう鈍感力を持った選手で、やっぱり1年目から僕ら30分前にもうバスに大体乗るっていうジャイアンツ時間ってのがあるんだよ、はい、後輩からだんだん乗っていって最後に長嶋さんなりいろんなこうあの一番上の人たちが乗ってきてさ、はい、出発だっていう一番最後に松井が乗ってくる時代になったからね。2年目ぐらいから19歳ですよ。大したもんですよ。言わないっす先輩だって。いや、ジャイアンツの先輩たちってうるさい人も多かったし、だけど10時出発で9時50分に乗ってくるわけだから文句言わないよね。まあ遅れてはないから、遅れてないから、遅れてない、遅れてたら文句。でも空気があるじゃん。だから気にしないから空気は関係ないの。罰は関係ない。でもね、ジャイアンツはね、はい、すっごい面白い話を持ってんだよね。何すか。いや、不幸話したんでしょ。え、俺は不幸だっていう。
いろいろ話をするんでしょ。ああ、こう、不幸話ですか。いや、ジャイアンツって、なんか金看板だよね、プロ野球選手。まあ、そうですね、はい。でも俺も憧れたし、はい、でも入れなかった。うん、太陽に行った。うん、ああ、巨人っていいなとか思ってた。はいはい。でもなんかこう、お金の話も聞かされて。まあ、やっぱり、そうですね、いろいろ。いや、でも、お風呂入った時は、本当にバスの乗ったら、はい、先輩たちがみんなつま先でこう立って、こうあの巨人の星で見た、はい、昔そういうのがあったから、はい、アニメでね。いや、知ってます。そうやってこうトレーニングしてんのかなと思ったら、みんな乗ったら、はい、あーっと寝てるし、はい、じゃこら思うこといっぱいあったし、読売巨人軍って言って東京読売巨人軍って入った時に住所が川崎市だったから、じゃこらと思ったし、寮に一回行ったで、こんなでかいゲジゲジが出るわけだよ。こんなゲジゲジが、こんなゲジゲジ出るんですか。この辺が張ってたら、はい、木のベッドだから、はい、ああなるほど。これ本当この巨人軍はまず玉川グラウンドびっくりしましたよ。あ、見た。びっくり。玉川のグラウンドなんて、はい、まあ、プロがやるグラウンドじゃないよと思ったもん。でもあれが伝説の読売巨人軍のグラウンドかと思うと、はい、まず月曜日に朝全員並べっつって、ライトレフトの線のところに全員で横に並べされて、はいはいはい、さあ用意スタートっつって、向こうのライトに歩いてくるんだけど、その間に石を全部拾うっつって、はい、あ、グラウンドの、まあ、月曜日、それがまず最初の練習が始まるみたいな。へえ、あ、そう、うん、もうやっぱそれ1年間投げてやったの。2年目からもう投げてるでしょ。ああ、まあそうですけど、でもたまに練習もそこを使ったりするじゃないですか。なんかちょっとこう、がっくりはしたかなと思って、もっと近代的にはすごいかなと思いましたけど、はいはい、いや、でも俺ら巨人の星世代だから、星九馬とか、はいはい、あの玉川グランド、はい、やっぱり行った時にはえと思ったけど、はい、なんかそのアニメのイメージがあるから、はい、なんかすごく感動したというか。なんかでもあそこバックスクリーンが立てられないから見えなかったって、野手は何もない結構見抜かかったっていう、ね、そうですね。その川を隔てて向こうに日本ハムの二軍のグラウンドがあった。おお、はい、電車が通ったら、新幹線が通ると試合が中断になる。そうそう、へえ、ちょっと待った、審判が止めるっていう、なんじゃそれでもね、はい、この巨人の逸話ってすごく面白いよ、うん、はい、金看板の巨人に入ったけど、はい、俺は小さい時はものすごく苦労したと、はい、壁と壁がこのぐらいしかなかった。あ、そうピッチャーがいてね、はいはい、ピッチャーがいて、自分の家の貧乏話が始まって、はいはいはい、うちはどんだけ貧乏だったかっていうやつの話をしだしたら、もう本当に人が泊まりに行ったら、もう寝てっていいよ、泊まっていいよって言った時に、そいつが泊まりに行ったやつがこっちからこうやってて、そしたらこれでしか部屋がなかったって家に泊まらせられたって、みんなにボロクソに言われたって誰なの西山ですよ、ね、本当に西山が行って、そしたら、はい、柏田っていうあの熊本校のやつらが、そんなのまだいいですよとかいう話を稽古したっていうのはね、ありましたね。